眠そうなクルクルも世界一可愛い。本当に眠た。でも今日30分前に起きた。けー前みたいな2分前に起きましたじゃないよ。ピンクのストローさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。キャンとか聞こえた。コロがめっちゃ泣いとる。コロちゃんおはよう。朝も可愛い。ありがとう。ちゃんと起きました。昨夜は寝れましたよ。昨夜早く寝た。2時半とか寝た。30分前に起きてね、髪を内巻きにした。でもなんかもうツルツル味が、この前の美容院で。くるくるおはよう。朝くるくる久しぶりだ。久しぶり。おはよう。朝めっちゃ久しぶりだ。確かに起きてるか。起きてる。脳は朝から可愛い。ありがとう。あでも言ってもさ4時間ってことか。確かに2時半に寝て6時半起き。それ早いって言わない。ほんまに。でも最近ちょっと5時に寝よっとけ、立て直し成功です。そう今日は内巻きにしてる髪を。2日間くるくる配信見れてなかったのでくるくる不足でした。今日来てくれて、朝来てくれてありがとう。二重が強調されて可愛い。ほんま確かに今日なんか二重が強い。嬉しい。夢は見んかった。お仕事頑張って、頑張ってください。山さんハートありがとう。鼻かゆう。最近5時寝てた。やばい。毎日しかもこりゃーやばい。5時はさすがに私の中でも深夜。かわいい語ありがとう。かわいい語。慎吾さんかわいい。ありがとう。くるくる朝から見えてるので今日も頑張れます。一緒に頑張ろうね今日も。キラン。朝のくるくる涙目に見えて可愛い。確かになんかなんか鼻水出るんだけど。風邪ひいたもしかして。私朝から可愛い。ありがとう。ね朝お久しぶり。本当に今日も人類一可愛い。ありがとう。人類一をいただきました。人類一を。かまちゃんさん I love you ありがとう。くるくるハロー。ハローおはよう。昨日の夜あのサヤンさんのあハッシュタグ苦しまくるでサヤンさんの舞台の練習の様子の特集みたいなを貼ってくださるか、貼ってくださった方がいて、それを見ましたね。サヤさんすごい可愛かった。ワイも寒くてズルズルいってる。そうだよね。鼻水がくしゃみが。まもなく職場に着く。また頑張ってね。朝5時に寝るとか柏さんまさんと同じレベル。ほんま？じゃあ大丈夫。じゃあ5時寝ても大丈夫。ヤシーさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。頑張って。ま曲げまありがとう。見ました。サヤさんゴールドムーン見てない。ゴールドムーン見んかったわ。昨日最後の満月だったんだっけ。舞台見たくなったっしょ。見たくなった。
さあやさん、いやすごいなと思った舞台。ノークスピンも可愛いじゃろ。あ、鼻かゆ。鼻かゆ。仕事サボってくるくる見るのが唯一の朝の楽しみ。朝配信の日の私服自分で言っちゃう。私服嬉しい、そう言ってくれて。中村さんラブレターありがとう。津田まゆさん可愛いありがとう。ファイトありがとう。本日寒すぎ問題。え、まだ外に出てないからさ、わかんないけど、そんな寒い、やばい、私寒いの本当に無理。でもマフラーあるから大丈夫。ナーニスさんイエイありがとう。マサノリさんイエイありがとう。24時間いつでも可愛いでしょ。最近朝5時に起きてる、やばい。みんな起きてる時間に寝てるのやばい。立て直そう。鼻水はダイヤモンドとか言う。鼻水はダイヤモンドじゃないですね。ちょっとくるくるの鼻水はダイヤモンドじゃないです。みちおさん、だるま、ありがとう。ありがとう。声が。なんかね、鼻がかゆくて、それが目に行く感じ。舞台パレード、今週 DVD 発売になりました。あ、パレードの、パレード最近調べたもん、私。調べました。え、DVD 買っちゃおうかな。いや、舞台すごいな、本当に。私さ、絶対舞台とかさ立ってもさ歩き動けないんだけど、そのまま立ち尽くしちゃう絶対。マジ今週の寒さやばい、ほんまに。え、鼻かゆ、やばいやん。今日は在宅勤務なので仕事開始5分前まで布団にいます。じゃあ予言します。あの5分前に、あ、仕事開始5分前に寝落ちしちゃって遅刻します。朝配信の森を目のくるくるも好きなんだけど、あ、そうよね、朝確か森多いんだよ。でも今日はね内巻きしているから。ここが跳ねる。ハートマンさんかわいいありがとう。通勤中だけどめっちゃ寒い、やばい。終わった。え、まだ家の暖房つけてません。ほんま、マジすごい。今週の寒さは超絶かわいくない超絶かわいい、くるくるオノピーさん I love you ありがとう。自分に怒ることは全部自分のためになるよ。すべての毎日に感謝して頑張ります。朝5時まで何してる。え、でもそのダンスしたりもあるけど、たまには昨日とかはちょっと、あ、昨日は2時に寝たんじゃ。おとついか、おとついはな、 YouTube とか見てた。冬の歌で思い出すのは、今思い出したのは今年最初の雪の花、二人寄り添って流れているこの時に、歌詞があってるか分かんない、幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃ
君を愛してる、心からそう思ったです。夜早く寝ないと肌に悪いわよ。おねえになってしまう。おになってしまった。早く寝るわ。私も早く寝るわ。みんなありがとう。戸田道さんハートありがとう。こたつで丸くなっていたいです。猫はこたつ。猫やん。寒すぎて夜中に起きたりしませんか？それはしないかもしれん。夜中に起きたり。いや、いいですよね、雪の花。いいよね。そうだ、今日こっちの iPad 持ってきてるからさ、くるくるビームください。くるくるビーム。お腹空いて目が覚めることもないかも。多分私一回寝たら多分もうそれはもうもうもう。コロはこたつで丸くなる。コロちゃん昨日コロちゃん散歩行ってあげたんですけど、コロちゃんに散歩行くよって言った時の反応見ますか？動画を撮りました。最近コロの動画撮るのハマってて。新しいことを始めるのには勇気がいるが、その環境に入ってみると意外とすぐに慣れるもんよ。ノリでいけるか。慣れるか。頑張る。48グループで一番最初に浮かぶ曲、私あれ365日の紙飛行機。じゃあコロちゃん見せます。中村さんレインボースターありがとう。今りょうちゃんのパジャマ配信言ってました。そんなに釣られてちゃダメですよ。今朝はここのルームが一番健全です。あずみもりょうつんも布団の上で配信しとる。皆さん釣られるんですか？布団の上に。布団の上に釣られるんですか？じゃあコロちゃん、私これ声が、私の声が、っていう、あれなんか私が掴んでるみたいになってるけど。虐待してるみたいになってない？最後可愛くない？コロマジ。ヤマさんイエイありがとう。ここしか見てない？ありがとう。グラファンさんイエイありがとう。クークしか勝たんじゃろ。今日はどんな一日になりそう？今日はみんながちょっと他の子のとこ行くから最悪の一日になりそう。っていうのは冗談で、いい一日ですよ多分今日も。ポジティブに。他にもコロちゃんの写真、日に照らされてエモコロ。
尻尾振って喜んでるやん。そう、これはね、散歩行こうって言ったらあれをするんです。コロはうわうわうわってなるんです。コロちゃん喜ぶ。3期生はどんな女の子に入ってもらいたい？いい子がいいな。いい子、いい子がいい。なんか多分同期って相談とかしにくいじゃん。こう一応ライバルではあるから相談とかしにくいから、後輩の相談を受けれるようになりたい。私が かな。グラファンさん I love you、 ありがとう。朝から可愛い、出勤していてすぐ退室で、ありがとう、可愛い、嬉しい。写真のアングルがいい、じゃら。私うまいんですよ、コロちゃんを撮るの。朝ごはん食べてない、お腹空いた。くるくるの心の安定に寄与する、寄与する、存在になりたい。もうなってますよ。パーカーに合ってる、ありがとう。冗談の目が笑ってない、冗談じゃないかもしれない。憧れの先輩は来島さんですかって言われたらどうする。え、あ、私はキモい声が、私はキモい声が流れてきた。可愛いな、これちゃんとかやってる、キモい声が流れてきた、恥ずかしい。もう来島さん、来島さん、憧れの先輩来島さんって絶対ないけど、言われたらもう好き。お手、おまわり、待てを教えてるの？お手、おかわり、待ては教えてる。まわりはないかな。ひげじいしんちゃん先生、ハート、ありがとう。まさたかさん、レインボースター、ありがとう。お宅の相談も受けてもらえますか？もちろんです。受けますよ。もしお友達が3期生受けてたらどうする？え、愛してる。もし受かって一緒に活動するってなったら、もう愛してる。朝からくるくる見て頑張れる、頑張ろう一日。僕の相談にも乗ってくれると嬉しいよ。ぜひ乗ります、ぜひ。そう、でもあずみんとかもさ、なんかその年上でこう相談とかあんまりって言ってたから、あずみんが言ってたから、なんか自分がしっかりしなきゃいけないって言ってたからって思って相談とかできないみたいに言ってたから、いやそうだよなと思って、ちょっと私がしっかりして、あずみなんでも待ってるよ。おしりさん可愛い、ありがとう。通常通りの声、今のコロちゃんの。私普段あんな声なのか、これちゃん可愛いねとか言って、いやくるくるの眉毛とっても好き、ありがとう、嬉しい。顔が照れて真っ赤になってきてるよ、可愛い。さっきのがちょっと恥ずかしすぎて、相談いつでも乗りますよ、もやもやの件。確かに私人に相談することないかもしれない、あんまり。親にも相談しないし、友達とかにも相談しないし、私一人で解決するタイプかも。かんちゃんさん可愛い、ありがとう。ハートもありがとう。いつも切れる、やばい。コロちゃん今週末は4公演行ってきます。え、あ、土日と、いいじゃん、生誕祭いいじゃん、めっちゃ楽しもう、今週末も楽しもう。ゆかちゃんおはよう、今日も世界一かわいい、世界一嬉しい、世界一いただきました、頑張れる。赤色サンタさんイエイ、ありがとう。萌え台詞は得意ですか？マジやばい、私萌え台詞私苦手なんです。前回皆さんにバレましたね、萌え台詞が苦手なのが。自分も自分で解決するタイプだよね、相談とかできないよね。
難しい。どう相談したいか分かんない。マネージャーさんには相談することある？ない。一人かな。言わない、誰にも。だから感情がない。だから感情がない。でもこれから言っていくつもりもないかも、人に相談を。ちょとみちさん、やみありがとう。お兄ちゃん大好きと言ったし。そう、お兄ちゃん系、お兄ちゃん系あるよね。結構さ、お兄ちゃん系はさ、あの言ってほしいって言われることあるからさ、セリフ。お兄ちゃん系も得意じゃないんです。得意じゃないことをひた隠しに頑張ってきました。得意じゃないんです、お兄ちゃん系。半年後には余裕で燃えゼリフ言ってそう。確かに、確かに慣れ、なんか慣れかな。燃えゼリフも慣れだったりする。もうめに相談してくれたら返信で、お話し会で相談してくれたら次のループで答えるから、何なりと優しい。ありがとう、ありがとう。相談箇所は用意しておく。でけ、なんか相談家族とかも、あのそのマネージャーさんとか友達とか、相談できないわけじゃなくて、してないだけだから、一応用意しておいて。ファンの方、ファンの方相談所、ファンの方相談所、家族相談所、友達相談所みたいな用意しといて。どうしても相談したかったらする。くるくるの家のおせち料理の特徴は、私おせち料理食べないんです、お家で。あーでもコロナ禍になっては変わったけど、絶対県外に行ってたから、年越しの日12月31日から1月2日ぐらいまでは絶対広島にもいなかった。食べないかも。広島チョコラ美味しかった、美味しかったでしょ、じゃろ、あれ美味しいじゃろ。相談すると悪いなと思ってできない。どうなんだろう、なんかわかんない私の心が。毎日くるくるが可愛すぎて悩んでます。もっと悩ましちゃう。お兄ちゃん呼んだ、呼んだ。お兄ちゃん呼んだ。山さん可愛い、ありがとう。燃えゼリフ練習あるのみ、ほんまに無理。鼻かゆ、また大成さん、レインボースターありがとう。お雑煮は食べたりする？お雑煮、餅とか入ってるやつだよね。食べない気がする。でも美味しいよね、食べたことある。あ、たし、そうだ、逆に私は相談を受けることの方が多いかもしれない。確かに湯が沸いた。ゆうかぴマグカップでゆうかぴ配信を見ながら飲むコーヒーは最高に美味い。ありがとう。ダブルくるくるで幸せに美味いということで、とりあえずシリはいつでもそばにいてくれるから、ヘイシリ助けて。私を助けて。確か私シリ使わないかも、今度使ってみよう。私と友達になってとか言って。そうだね、吐き口はね持っといた方がいい。確かに燃えゼリフ練習しといた方が A で、よく罰ゲームで使われる。そう、逆にその罰ゲームで慣れてない感じでやって、ギャップ萌えではないか、キュン落とししちゃいます。
計算、くるくるの計算術くるくるの存在自体が萌え萌え萌えキュン。ほっぺがすごいな。2日ぶりにくるくる見えたけどやっぱり可愛いな、好きだなって再確認。その気持ちを忘れず忘れず。キュン。おせちは何が好き？おせちはね、黒豆っていう名前だといいけど、黒豆が好き。あとね、餅も好きよ、餅。そう、くるくる相談所なんですよ、私は。相談する側じゃなくて、くるくる相談所。何でも聞きます。山さん、結婚してありがとう。やだ。けど考えとくね。オノピーさん、ハート、ありがとう。キュンキュン。くるくるがしてみたいのは青汁ビリビリ剣ビリビリペンペンか。顔にクリーム砲。青汁ってなんだ、待って、なんか見たことあるぞ。青汁がわかんないけど、ビリビリペンか顔にクリーム砲。クリーム砲やってみたい。甘い、あれって甘くないか。甘いんだったらやってみたい、クリーム砲。ビリビリペンは痛い青汁なんだろう。あ、私が思ったのは霧吹きだ。霧吹き、ビリビリペンで思い出した。ダーマペンって知ってる？みんな、ダーマペン。なんかさ、針でもうめっちゃ細い針、髪の毛ぐらいの細い針で肌を刺してって、こうニキビ跡とか、ニキビ跡とかを直してくれるっていう美容があるんだけど、めっちゃ痛そう、ダーマペンっていう。終わったら血だらけなの。慎吾さん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。甘くないのか、あのパイ投げは。パイ投げじゃない、クリームホーかパイ投げは甘いか、クリームホー甘くないのか。じゃあ、あ、でも白くて可愛いからやってみたいかな。え、やだ、透明の筒の両端から真ん中に入れ墨とかフフする罰ゲームがよくない？やだ、私多分それやったらもう死ぬんじゃないかぐらいの息、呼吸フフっていう肺活量になりますよ。セミ、マジ無理。それみんな見たことある気がする。やだやだ。あ、青汁は2回罰ゲームで飲むやつか。その治療法痛そうだし、跡が残りそう。え、そうだよね、思うよね。なんかさ、新しく出た治療法とかってさ、これ本当に大丈夫って思うよね。わかる。でも、あー、でもどうなんだろう、よかったみたいな聞くから。酸っぱいジュースもよくある。ジュースって言っちゃった。あるよね、のに、のにジュース、知ってる、のにジュース。肌綺麗、嬉しい。でもね、メイクしたらね、あずみんがくれた下地のおかげでより綺麗になるの。あずみん、ありがとう。本当に青汁って苦いのか。青汁王子、健康にはいいのか。じゃあ健康第一に青汁でお願いします落とし穴は怖いかな。落とし穴怖い。あとすれば肌に打つ美容針、小顔効果。え、美容針ってさ、痛いのかな。くるくる、そんなひどいことさせられるくるくる、何でも受け付けておりますよ。苦いのはセンブリ茶とかもある。あ、センブリ茶聞いたことある。苦いのはね、いけないけど飲んではみたい、飲んでみたい。ジューシューって聞こえたので来ましたミックシュ、ミックチュ、
住所、あ、ミックチュ住所、ちょっと噛みました。新旧なんだか、新旧スカイダイビングしてスカイダイビング歌うですね。君にスカイダイ、まあ、か、歌詞違ったらどうしよう。トゥ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 、まさかさま落ちてゆくよ。クロリンパさん、レインボースターありがとう。スカイダイビングしたいよ。でも顔やばくなりそうで、それが不安。自分が小さい時に秘密基地作ったけど、くるくるは作った、秘密基地基地とかね、うん、めっちゃ作るよね。秘密基地ね、秘密基地。明るくなってきたね、日が出てきた。ちょっと眠気も覚めたな。配信終わったらなんか歩こうかな。落とし穴聞くと B2 公演行きたくなる。わかる、落とし穴めっちゃ好き。落とし穴これからなくなるかもね。そうですよね、ちょっと怪我がありましたもんね。そうだよね、難しいよね。あかりさとさん、かわいい、ありがとう。48タイムズの投票してきました、ありがとう、嬉しい、ありがとう。秘密基地作る、秘密基地作るよ。スカイダイビングは鼻水との戦いだよ、気をつけて。そうなの、じゃあやりたくないかも、じゃあやりたくないかも。仕事行ってくるくるぜ、ありがとう、頑張って、頑張ってください、見てくれて、ありくるくるぜ。ねえ、ちょっと私はね、あ、どうすればいい、好きになったかもしれない、あなたのことを考えると胸がドキドキしてくるし。シークレットベース、君と夏の終わり、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月また出会えるの信じて。オノピーさん、ハートいっぱいありがとう。君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。くるくるストンと落ちそう。いや、くるくる落ちて埋もれちゃうかも、ちっちゃすぎて。なんかさ、入ってるよね、なんか何クッションみたいなの入ってるよね、最近の。今日も頑張ってね、それでは仕事に行ってくるくる、頑張る、一緒に頑張ろうね、ありがとう。そうなんです、23歳、看護師からついフォローされたのですが、フォローバスできるでしょうか。それはナッシングです。フォロバすべきじゃない。わかんない、すべきじゃないかもしれないし、すべきかもしれないし。でも こういう相談は断言しなきゃいけないよね、するべきではないです。宇多田ヒカルさんのファーストラブ、最後のキスはタバこのフレイバーがした、これ違うか、ファーストキスってなんだっけ。苦くて切ない香り、ファーストキス、あ、合ってた、
明日の今頃にはイコールラバーで歌える曲、あのなんだっけ、あ最近あれにハマってる、ずるいよずるいね、ずるいよ、クリンパさんブラボー、ありがとうブラボーいろんな曲の歌詞を覚えてるのすごいよね、いつも思う。そう曲覚えるのねちょっとうまいかもしれない。シークレットベース、うちの妹の知り合いが作曲したというのを思い出した。えすごいやん、すごい作詞の才能があなたにもあるかもしれません、作曲か、作曲の才能が。ハトさんハートありがとう。あずみんくるくるが下地を気に入ってくれた、あ違う、くるくるが下地を気に入ってくれてありがとう、私も買おうかなって言ってた。えもう買った方がいい、もうくるくるの気持ちとか別にもう気にせずに買って、あずみんもぜひつけて。あのハトさんハートありがとう、くるくる先生ありがとうございます。これで気持ちが一人晴れた方が出ました、一人助けられた山さんハートありがとう、うまい、ほんま嬉しい。でもあれ知ってるよ、明日の今頃にはどこだ、ファーストキスじゃないわ、ファーストラブか、あなたはどこに、あなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだよ知ってるだよ、これ好き。今日も一日頑張って、出勤お仕事頑張ってください、私も頑張る、今日も頑張ろうな、仕事の準備するからまたね、ありがとう頑張ろう、山さんハートありがとう。誰を思ってる、この日は乃木坂のアラロマだけ聞きたくなる、あらかじめ語られるロマンス、成田さんハートありがとう、あれはあれわかんない、アリエストラスフェミキャンサーでたたたたたたた、くるくるルーム200回本望らしいね、信じなさい、それは信じます、ありがとういつも来てくれて、ダハーって言ってる、なんかのテレビで見たあれだよ、水曜日のダウンタウン、水曜日のダウンタウンだと思う、ダハー知ってる、誰を思ってるんダハーだろう、山さんハートありがとう、津田まゆさんバラハートありがとう、まだ悲しいラブソングイコールラブの冬ソングは僕らの制服クリスマス、君に似合うと思ったんだ、グレンチェクのマフラー繋いだ手のひらから好きが溢れる、私もやたらロシア美女から DM 来ます、それもスルーするべきだと思います、これはスルーするって言ってダジャレも兼ねてるので解決前は常にシャキッとしないのでシャキッとも聞きたいです、ねえシャキッとしてちょうだいみたいなやつか、シャキッとしましょう、シャキッと夢中になってたら家を出る2分前、やばいやばい、急げ急げ、まだ間に合う、2分前は大丈夫、急げ急げ、山さんハートありがとう、 AKB が昨日17周年やったけどAKB との思い出とかある？やっぱ握手会ですね、握手会とサインボールゲットしたこと、ゲッチュ、山さんハートありがとう、
ありがとう。流れ川のそれ系のお店からフォローされました。フォロー返すかな、フォロー外すべきでしょうか。これはフォロー外すべきです。まずフォローされてしまったのか、おかしいおかしい。横山三郎さん I love you、 ありがとう。 I love you。 わ、そう、確かにファン目線のファン目線の AKB さんとの思い出だったわ。言われてみればアイドル目線で、あ、でもファン目線、ファン目線ファン目線になっちゃう。どう考えてもファン目線になっちゃう。今日のアバター面と違って電車間に合いました。お、素晴らしい。電車は間に合う、間に合う。でも電車ってすごい乗り遅れる、わかる、走る。私アクチュアリー歌ってください。アクチュアリーを気づいてない、だ、何かと、わかんない、生きることのその意味をそう難しくする、歌詞がアクチュアリー、ゆる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 。自分の握手会の思い出は島崎遥さんに初めて神対応してもらったこと。いいな、神対応いいね、いいや、キュン、楽しい、いいよね、握手会とか。握手会したい、ほんまに。 AKB と一緒のフェスとかまだなかったな。いあ、ティフとかは一緒だったけど、日にちと時間帯、時間帯と会場が違ったのかな。そうで、まだね、一緒になったことないね。お会いしたいみたいです。くるくるの歌声も好きだし、音程合ってるから綺麗で心地いいよ。良い、ありがとう、ありがとう。適当に歌ってるのに。朝、みちあきさん結婚してありがとう。やだけど考えてくね。太陽の奥誘っているよ。17分間は聞いた？聞いた。なんかね、なんか耳に聞いたことのある感じの曲だった。小吉さんの17分間。あ、パチパチ、ありがとう、パチパチ。くるくるのクリスマスバージョンのうちは作ろうと思ってるんだけど、何がいいですか？え、作ってくれるの？サンタにくるくるの顔。難しいか。難しいか、これは。緑と紫、緑と紫。でもクリスマスっぽくて赤だからね、赤とかだよね。くるくるは可愛すぎるので、お昼にマックのビーフチーシチューパイを買いに行くことにします。めっちゃよくわからんけど、いいな、絶対美味しいよ、ビーフシチューパイとか。私服、私も握手会が、初握手がパフパルルだった。え、パルルさん結構行ってらっしゃる。皆さん、パルルさん、パルルさん、え、 AKB さん、これで OK になったの？え、いいね。玉泥物の涙。こんなに会いたくても、こんなに好きても、目の前を通り過ぎてく。歌詞が合ってるか分かんない。45分、ありがとう。それでは、そろそろスクショタイムしよう。ハペがリンゴちゃんになってるの可愛い。ね、なんで？なんでだと思う？なんか赤い。熱いのかな？二人せぞ、二人せぞ、春夏で恋をして。年明けグループ、グループ合同イベントあるけど、選抜と PR 舞台だけだから、来年は行きますように。行きたい。あれだよね。サンリオだよね、サンリオ合ってるかな、サンリオ。声出しとか小声出しっぽい感じ。なるほどね、小声出し、なるほど。でもいいね、すごい。
スクショタイム。山さんハートありがとう。そう、ほっぺがちょっと赤いな。ハルツ握手は全悪でパルルユーハンさん、パルルさん、ユーハンさん、川井里奈さん、えすごい3人の連かな。俺は初握手がチヒさん。いいなあチヒさん。ウィンク。スケモンさんバラありがとう。初握手は松井玲奈さん、可愛いと言ったら照れてたのすごい覚えてる。可愛い松井玲奈さん、なんか懐かしいな。ハトさんハートありがとう。ウインクは得意じゃないかもな。ポーズなんかある？眠り。あなたを連れて行ってウィンブルドン。シャラララララララ。シャラララララララ。萌えポーズ。山さんハートありがとう。ファーストラビットポーズ。テン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 。エアじゃない握手開封ポーズありがとう。くるくるのおかげで目が覚めた。今日も頑張れそう。一緒に頑張ろう。肉うどんに聞こえる？ウィンブルドン肉うどん。いいね、面白い。これから見るのが先輩の肉うどん。よし、スクショタイム終了。喉がイガイガしてきた。それでは壇上を読みたいと思います。13位くるりんぱさんありがとう。13位くるりんぱさんありがとう。12位とういさんありがとう。12位とういさんありがとう。11位だいだいさんありがとう。11位だいだいさんありがとう。10位しんやけんさんありがとう。10位しんやけんさんありがとう。
9位クリボーさんありがとう。9位クリボーさんありがとう。7位8位だ8位ミキオ先生ありがとう。8位ミキオ先生ありがとう。7位7位トタミチさんありがとう。7位トタミチさんありがとう。6位成田さんありがとう。6位成田さんありがとう。5位ツナマヨさんありがとう。5位ツナマヨさんありがとう。4位オノピーさんありがとう。4位オノピーさんありがとう。3位みちおさんありがとう。3位みちおさんありがとう。2位ヤマさんありがとう。2位ヤマさんありがとう。そして1位はデルルルデルル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 ルパーン中村さんありがとう。中村さんありがとう。キュン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 ありがとう。皆さん朝からありがとうございます。やっぱりくるくるが一番だよでしょ。知ってますよ知ってますよとか言って、優勝ありがとう。寒いから体調気をつけてありがとう。一緒に気をつけよう。銀河1ありがとう。さて真面目に仕事やろうかな。お仕事も一緒に頑張ろう。今日もファイトだよ。ファイトファイトありがとう。可愛いたくさん補充できたよかった。朝から配信笑顔配信ありがとう。こちらこそありがとう。それでは行ってきます。おやすみとは言いませんよ。頑張ろう。